私たちはアミンチュを応援しています。冬の恒例企画、安のおっさん屋台あんぎゃ。今年のおっさん焼きはあったかお芋ハニー。県内各地で屋台を引いて歩きます。冬限定プロジェクト、安のおっさん屋台あんぎゃ。ヤッホー、おっさん焼き。ヤッホー、おっさん焼き。こっちの方が安くないよね。さっくる、もう坂道行かへん言うたん違うの？残念ながら坂道があったので。あ、お客さん、あ、こんにちは。いやー、触らせてます。わ、この触っといて。あ、これありがたいな。そうですね、ありがたいですね。これも安のおっさん焼きの屋台の理念が伝わったかもしれんな。どんな理念でいこう？どんな、理念、コロコロ楽しく引きましょうみたいな屋台を。じゃあ理念なしでいきます。よろしくお願いします。理念そうですね。いやー、そのーおっさん焼きー、コスプラの海のヤスペラよねー。こうしていくんやったらこっちの方がかっこいいかもしれんな。これ雪かきの機械だと思います。雪かきの機械があんの？あ、やっぱこの辺雪深いやろな。屋根がやっぱりとんがってたりするもんな。おー、なるほどな。わしも寒い冬には備えて頭とんがってな。合掌作りのバーコードの頭にして、うん、備えたいと思うわ。うん、傘かぶったらいいんじゃないですかね。そう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 。傘脱いだり閉じたりめんどくさいかな。タク、気ぃつけや。そこのな、出るとこな、止まれじゃなくて止まれいいって書いてあるから気ぃつけた。うん、これ足跡だと思います。足跡怖い。会ってくれてありがとうと言いたい滋賀の小さな企業。今回は大津市栄町にある團十郎さんへの会ってくれてありがとう、 S さんからメッセージをいただきました。私が会ってくれてありがとうと言いたいのは、お寿司や和菓子のお店團十郎さんです。サバの巻き寿司がおすすめ。姿ってとっても美味しい。季節の和菓子も安価であるにもかかわらず風情のある形状。なんといってもおかみさんの人柄がお客様を引き寄せます。團十郎さん、会ってくれてありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。
まあ、あのね、全然知らんとこから石山へ寄してもうて34年本当にお客様にね、みんなに可愛がっていただいて感謝の一言です。ありがとうございます。胸いっぱいです。そんな言っていただいたら。團十郎は大津市栄町に店を開いて34年、真面目に地域のお客さんと向き合ってきた。もう何十年ってあれですね、ここお店出されてからずっと、おはぎとか、あと黒豆の入った大福餅とかが好きです。で今はいちご大福がとっても、もうこのあれに惹かれて。サバの巻き寿司はしめサバとガリと大葉を海苔巻きにする團十郎オリジナル。ごまの風味も効いてファンが多い一品だ。菓子や寿司に使われる材料の米は滋賀県産にこだわり、一つ一つ手作りをしている。お花見団子やよもぎ団子は30年前から変わらず1本100円、子供が小遣いで買える値段にしている。周りのお寺さんからの信頼も厚い。この日も大黒様をお清めする大黒祭のお餅を納めた。もうありませんね、ほんまにもうこの頃ね、ついてこうやってくれはるとこが、ですが團十郎さんいつも、ね、お願いしてるんですけど、ちょっとの注文ですけどね、企業やってくれてはりますので喜んでますよ。もう大黒さんのお祭りなんですよ。夜中に大黒さんっていうのはこう毎年ね清めないきませんね。その時にこうお供えするお餅なんです。年配の客も若い客もすっと店に入ってくる。街の景色の一部のようでどこかユニーク。ありそうでない團十郎、会ってくれてありがとう。国民健康保険料の納め忘れはないですか？忙しくて納めに行く時間がない、ついうっかり。そんなことがないように確実安心な口座振替がおすすめ。詳しくはお住まいの市町国保まで。わさびより。なんか言わなあかんかったのにな。あ、出てけへんよな。どうしたんですか？いや、なんか喋りたかったんやけど思い出されへんのよ。あれかな、どっちかいな。安のおっさんはおっさんですからね。あ、まあそうやな、おっさんやし、しゃあないもんな。まあ、経緯取り直してなんか美味しいもんでも食べに行こうか。あ、おっさんのおごりですか？まあそうしてやりたいところなんやけど、先立つものが。お、先立つもの、先立つもの、さきら？そや、さきらのイベントのこと話したかったんや。すごい、すごい持ってきようですね。剛腕ですね。あの、でも思い出せてよかったです。じゃあ、剛羽ね。あの、さきらというのは2月20日に栗東市の芸術文化会館さきらで行われた人権を考える集いのことですね。人権を考える集いに出演したのはドイツ。はーい、わしです。自分でダジャレ処理してもらって助かります。おいよ。この日はコアラジーとカイツブリの歌を歌っている千恵子さんの司会でしたね。ブリンちゃんも登場してましたね。出てたね。コアラジーは受付からこう登場してらったな。あ、本当ですね。昔はこういう公開収録番組ぎょうさんあったで。あ、そうなんですか。客席から登場みたいな。あー、なるほど。コアラジーもおっさんも昭和ですもんね。昭和言うても昭和好きやから昭和ないわな。ダブルでいただきました。満腹です。おかわりは大丈夫です。遠慮せんでもいいもん。この後みんなで人権クイズをしました。ほいよ、盛り上がってらったな。3問目のアニメ問題はテレビの前のみんなも一緒に考えてみて。どないしたんや、土壌くん。なんで泣いてるんや？うなくんがいじめるんだ。うなくん、なんでお友達の土壌くんを
いじめるんよ。いじめてないよ、いじってるんだよ。みんな面白がってるじゃないか。この後、安のおっさんは何と言ったでしょう。 A、 自分は遊んでるだけのつもりでも相手のお友達がいじめられてるって思ったらそれはいじめやねんで。さあ、みんなで仲良く遊ぼうな。B、 わしの方がもっと面白いで。さきらにさあきらったで。C、 美味しそうなかりんとやな。わしの飴と交換せえへん。おっさん、なんて言ったのでしょうね。わしも忘れたけどな。じゃあ答えを見てみましょう。ほなくん、自分は遊んでるだけのつもりでも相手のお友達がいじめられてると思ったらそれはいじめやねんで。さあみんなで仲良く遊ぼな。あ、それとドジョウくん、わしの方がもっと面白いで。さきらにさあ嫌ったで。あれ、ドジョウくん、どなしたんや。固まってるで。ところでカニくん、手に挟んでるのは何。あれやまあ、おいしそうなカニみたいな。わしの飴と交換せえへん。全部言ってるじゃないですか。わしおしゃべりやさかいな、言うとったな。次にハイパーあっち向いてほいでみんなと勝負しましたね。今回も面白ダンスさんやったな。そうなんです、ダンスが面白かったらあっち向いてほいで負けても勝ちになるのがハイパーあっち向いてほいですからね。すごい、ナイスダンス、ナイスダンス、やったやすのさんとあっち向いてほい最高だぜ。かわいい、ふざけやすのおさんとあっち向いてほい。やすのおさんとあっち向いてほい。おこれ僕なしのウィナーです。ウィナーおめでとう。おお、立冬さんの人権イベント楽しかったな。タック、はい、何待ってんの。あ、え、あの、オチがあるのかなと思ったんですけど、今日はなんで毎回オチあるって決めつけてんの。え、あ、そんな流れですか、今日。そういうの決めつけのよくないで。あ、すいません、あれって言うててもなんかオチある思ってるやろ。思ってます。今回ほんまにないね。幕下ろしといて。ドン。なんか思いつかへん時どうしたらいいかな。タックル、なんか思いついた。オチ、いや、あの、すみません、ちょっと思いつけなかったんで。まあ、わしこういう時はもう寝ることにしてんねん。おやすみ。おやすみなさい、僕も帰ります。お疲れさんです。音声さんご苦労さんです。今日のエンディングはこちら。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信やってるよ、 YouTube で見てな。